はい、皆さんこんにちは、ワネリミルフィッシュです。では今回はスクリームルーラー2020の続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、北朝鮮と戦争状態に入ってしまった中、過去にも駆逐艦巡視船を北朝鮮の海域に派遣した結果、巡視船はね、そもそも航続距離が足らずに途中で座礁、駆逐艦は2隻撃沈されるということになってしまいましたので、今回はですね、ちょっとそのあたりは少し改めてですね、まずは陸軍を韓国の領土に上陸させて、そこから平壌を目指していきたいと思います。で、陸軍がある程度数が揃ったらですね、空軍と、連携しながら平壌に対して攻撃を仕掛けると。そういう形で進めていきたいなというふうに思います。あとですね、ちょっと全然関係ない話になるんですけども、僕の住んでるマンションがですね、大規模修繕工事が始まってまして、もしかしたら少し、工事の音が入ってしまって、耳障りな部分があるかなと思うんですけども、大変申し訳ないんですが、ご了承いただければ幸いというふうに思います。では早速、続きをプレイしていきましょう。今はですね、陸軍を各、海軍基地から輸送させるというところをまずはやっていきます。で、一旦ですね、韓国、あるいは北朝鮮領内に侵入していた駆逐艦巡視船は戻しています。で、あとですね、並行してやっておきたいことといえば、最近はやっぱり、軍事物資、消費物資の輸出が好調なので、それをね、ちょっと言っておきましょう。まずは消費物資からですね、消費物資は、港に近いところに行っておきましょうか。じゃあ、八幡に行ってみましょう。八幡は落花生のイメージしかないんですね。あと産業物資も作りたいんですが、優先して軍需物資を作っておきます。軍需物資は売れられますからね、高額に。さあ、こんなところでいいでしょう。あと、ウランがね、どっかで取れないかなと思ってるんですよね。ちょっとウランが取れるところが、やっぱりちょっとないんですよね。ウランの攻略があれば、よかったんです。おっと、ウランの攻略あるね、ここに。マジか。そう。あとね、視聴者の方から、石油が北海道から取れるんじゃないのっていうね、聞いていただいたので、探りに行きましょう。石油が生まれ出てくれれば、これ以上ありがたいことはない。さすがにないか。ないですね。残念。これはしょうがないですね。では、陸軍の上陸作戦を行っていきたいので、各港をちょっと見て回りましょう。まずは、ここですね。長崎なんですが、長崎から。上陸部隊を派遣させていきます。このあたりの操作がちょっと面倒かなというのはあるんですが、これはね、きっちりやっていかなきゃいけないので、やっていきます。戦車だなぁ。どうする ?99 式の、戦車。これを乗せていきましょうか。
そしたら、この舞台を、まずは移動させていかなきゃいけないよね。まずは乗せるところからなんで。ああ、90年式の J90 があるんで、これを乗せていきましょう。で、あとは、他にもね、いくつか、きちんと、港に配備しているのがあるはずなんで、そこをまず見ていきます。輸送船を、ちょっと見てまいりますね。カップがすでに乗せられているってなると、ちょっと厄介だなぁ。では時間をね、ちょっと進めていきましょう。ここからまずはしっかり移動させて戦車を積み込んでいかなきゃいけないんですよね。それともここで海上輸送ってやれば勝手にやってくれるのかな。ちょっと海上輸送一回積みますか。海上輸送でどこに輸送するかですが、まあ安全に北朝鮮とか、うん、韓国の南に上陸させましょう。これでどうなったかですかね。ちょっと確認しましょう。海上輸送待機になってるね。海上輸送待機。ちょっとじゃあ他の部隊も海上輸送待機になるかどうか確認するために、一旦命令を全部下していきましょうか。海上輸送待機になってるものは、海上輸送で、ここに乗せていきましょう。で、外交の申し出が来ているのでウガンダですね、消費物資、これはお金に変えていきます。さらにクロアチアからもですね、消費物資、消費物資はやっぱり売れるね、めちゃくちゃ売れるんで、海上輸送待機になっちゃってるね。海上輸送待機になってる人たちは近くにおそらくね、ないんだと思うんですよね。残念ながら輸送船がなんで一気に展開できないっていうのはね、この上陸作戦する上では仕方がないかなとは思う。今韓国と北朝鮮は一時的に休戦状態になってるかな。動きがなさそうですね。では我々と北朝鮮の関係もちょっと見ておきましょうね。ああ、タイとはちょっと同盟結びたいよな。現在の協定はないんで、まあ、もしここで何かするとしたら和平交渉になるかなと思います。まあ今和平交渉するつもりはないんで、このまま一旦放置します。で、タイとは、同盟を結びたいな。正式同盟を申し入れよう。まあ、どうなるかわからないですけどね。アルゼンチンとかからなんか来てるな。ここも確認しておきます。まずアルゼンチンから、これは軍事物資1万6000トン。これも売りましょう。で、消費物資ですね。ジンバブエから、これも売りましょう。お金になるものは全部売っていく。基本方針。んで、我々としてはまず、韓国に、上陸したいので、韓国に上陸するための準備を整えていきましょう。そうすると、ここに一隻輸送船が余っちゃってる。ああ、乗ってるね。この輸送船をじゃあ移動させましょう。この輸送船も
韓国の。ここに港があるので、ここに行きましょう。これは何だろう、チーハンネなのかな、ちょっと読み方がごめんなさい。あんまり詳しくないんで分かんないんですけど、ここにとにかく基地があるので、ここにガリガリ乗せていきます。その上で、部隊をね、上陸させていきましょう。で、上陸ができたら、いや、上陸はここだな。ここですよね。基地があるのはここだ。なので、上から順に、アンロードしていきます。アンロードってのはそのまま上陸ですね。さあ、これで戻っていけるはずだ。どっから来たかがわからないんで、安易に戻せないっていうのはあるんですけどね。部隊としてはね、おそらく、どうなんでしょうね。いつか、しっかりまず戻してあげるっていうことをしていかないと。これがね、ちょっとちまちまやらなきゃいけないっていうのが少し面倒かなっていう気はしてますけどね。もしかしたら自動で、できる部分もあるのかなとは思う。っていうのは、今、大臣、全部移民をしてないんでね。では、部隊を一旦ここに集結できますか？我々の部隊としては。移動させていきましょう。で、補給が滞ると思うんで、補給路をね、きっちり作るっていうこともしていかなきゃいけないんで、まずは今上陸した先行部隊はそれを主任務にしてもらいましょうか。いわゆる共闘庫というね。本体から金を要求してくるか。足元見られたな。しょうがないね。今いる戦車部隊を、共闘砲を作るのに使うのもどうかと思うんですけど、まあしょうがないですね。イタリアから何か来たんですね。ちょっとイタリアの申し出確認しておきましょう。この辺りはね、みんな言うことは同じだな。あ、補給が滞っているとろくなことにならないので、補給をしていきます。補給の拠点をね、ちょっとずつ作っていきましょう。そしたら、また一部の部隊をね、予備役から読み落としていきましょうか。展開軍の部隊の場所も確認しようか。ここに残っちゃったね。
これは、みんなこう、着眼しましょう。しっかり。輸送船でね、しっかりと陸軍の中に入れていってあげないっていうのがね、ちょっとネックにはなりますよね。それか、もうちょっとこの近くに港あるんだったら、ここに、あ、ここにあるね。インチョンに、ちょうど港があるんで、次はインチョンに上陸する？で、インチョンから一気にピョンヤンを目指しますか？このピョンヤン。っていう作戦もありだよな。今ここでね、ちまちま、共闘法を構築していってますけど、これがいいのかどうかっていうのはちょっとね、進めていってみないと正直わからないですよね。じゃあ、90式の戦車部隊を再び、いくつか、配備していきましょう。と思ったけど、90の戦車はもう全部今ので出払ってるのか？できればね、味方の損害は減らしたいので、戦車にしたいところなんですが、そうすると J-79 しか残ってなさそうだな。J-79 をじゃあ配備していく？まあ、どこに配備されたかっていうのは、事前に確認することもできるし、配備する前に確認することも一応はできます。で、どこにいるかというと、ここにいるね。で、ここには、近くに港はないと。こういうのがあるよね。ちょっと面倒くさいんですよね。じゃあ、ちょっと面倒なんで、まとめて海上輸送のコマンドを打ってみましょうか。これが生きてくれれば、すごく助かるというか、やりやすいというか、簡単に今後操作ができるんで、海上輸送をちょっと怖いですが、ここに、港があるんで、ここに海上輸送を試みましょう。これで海上輸送にコマンドとしては一応入りましたね。で、これで様子を見ていきます。ちゃんと輸送はしてくれてるね。これ見ると。さあ、じゃあ補給の拠点を作っていきましょう。こうやってね、徐々に、多いものを作っていきましょう。で、さっきやっていた、海上輸送が、きっちり、機能してるかどうかっていうのを見ていく必要があるので、J-79 ですね。今は、海上輸送待機になってね、これでしっかりね、輸送船が機能してくれればいいんですけど、輸送船は横須賀に向かっている？これは、しっかり。四日市。まあ、一応ちゃんと動いてはいそうですね。新潟。石狩。これ大規模な戦闘を行う場合は、輸送船の数が必要になりますね。こうやって見ていると。今、石狩にいるの？石狩にいるから。何か舞台を乗せているけど、これ舞台乗せたままじゃない。乗せたまんまだね。これ舞台乗せたままどこに行くんだいっていう感じだな。帰っちゃダメだよ。帰っちゃ。
意見を乗せたまま帰らずに、ちゃんと院長に協力してもらわなきゃいけないんで、院長に出ましょう。それで今、院長に向かってくれたはずなんで、一回的にそれ、院長になってね、よし。そしたらさらに続けて舞台を、どんどん、進めていきましょう。いや、全然じゃないね。しっかり、まずは、補給路を確保するところですね。ちょっと皆さん今、大疲れてしまうかなとは思うんです。そうすると、今いる彼、あれは、どんな命令が出せるのかというと、備蓄とかできるの？ちょっと備蓄とかしてくれるんですか、備蓄。ちょっと待ってね。備蓄をすると、からの方向に向かっていく。どこに向かっていくんだ。ちょっと、あと追いましょう。福岡に向かっている。いや、そんなことはしないでほしいな。そんなことはしないでくれ。で、残りの電車、79、J79がどこかで来てるんですね。海上輸送第1位、海上輸送中。今、ここにいるんだな。ただ、いるけど、一回転舞台ではない。J の79がどこにいるかちょっと確認しておきましょう。J の79は、こいつはここにいるね、待ってるんだ。いつでも行けるよっていうことで、J の79って、ちょっと待って、これ、歩兵部隊だな。よく見ると。対戦車部隊ですね。想定していた、戦車部隊ではない。これは、ちょっと見直しが必要だぞ。J の79は、人だ。全然普通に人だ。人の形してるアイコンが、マジか。こんなの北朝鮮軍の前に、踏み潰されそうな気がするな。ちょっと予備役から、戦車部隊を出しましょうか。対戦車部隊じゃないんだよね。出したかったのは。普通に戦車を出したかった。J60 だったらこれ、あれですね。ちゃんとした。あと J73 と79だな。まぁ、ちょっと今更ですけど。ここは、J の73、79。これを、配備していきましょう。まずは。で、J の60。これも、配備していこう。で、J の90余ってるのいるじゃん。J の90。全然いるね。74もいるよね。このあたりも全部っていうとちょっと大げさですけど、一通り、配備していこう。多少金がかかったとしても。で、彼らを、しっかり前線に、ちゃんと輸送しましょうね。そっからなんだよな。まとめて海上輸送にして、舞台を、74がいいのか。73は今何中？はい、中。74。74が今配備したかったんですね。なんで、74と、J90何してるかっていうと、海上輸送中。で、J90は、待機ですね。どっからどこまでが待機中だったかわかんなくなっちゃったな。しょうがない。これは、この後に直すとして、J の73、79、このあたりは全部一斉に配備したものなんで、海上輸送しましょう。J60も含めて。海上輸送で、場所を、予測を作成していくのはちょっと、もっと戦争が始まってるね、再び。いずれにしても、いいじゃん。
でいきます。ヤキヤまではまだね、距離ありますからね。それまで追いつければいい。で、問題のよくわからなかった JF90 とかがどこにいるか見てくる。見て、ここにいる。こっからが国内にいる J90 だな。じゃあこの国内にいる J90 も海上輸送で前線に送っていきましょう。これこの後もね、戦争する国家として運営していくんだったら輸送船の数が全然足りないですね。どうしようかな、輸送船作っとくよ今のうちに。後からね、欲しいよってなった時もその時手遅れだからな。輸送船は、いくらかも、足りないぐらいだな、この感じだと。輸送船作りましょう。今輸送船を作れるユニットは、余ってるのがあるかというと、なさそうだな。今みんな作っちゃってるもんね。まあでも、輸送船は作りたいので。しかも、できれば、輸送できるサイズですよね。これが小さいと正直言って話にならないので、重量が大きいものを作っていきましょう。大隅だな。輸送船大隅。これを、4隻ほど作りましょう。で、韓国軍はすごい頑張ってるね、こうやって見ると。韓国軍の主力は、いや、めちゃくちゃ戦車投入してるもんな。これ日本軍がね、ちょこちょこ投入しようとしてる戦艦、数とはね、ちょっと訳が違いますよね。まあ、ただ一応、橋頭保という意味では、着実に線を繋げていっているので、これをインチョンまで繋げていきましょう。そうすればね、滞るっていうことはなさないかなと思うので、補給が滞るとね、僕にほとんどならないので、ちょっと今、皆さん、退屈されてしまうかもしれないんですが、補給を整えるための準備ということでね、お付き合いいただければと思います。四日市に向かう必要はないよな。四日市に何もうちょっと乗せようっていう感じ？もしかして。それはちょっと時間かかりそうだね。インチョンに向かう部隊が、そもそもでもインチョンの近辺って大丈夫なのかっていう話もあるけどな。この大隅君は何をしてるんだ？乗せてるね、みたいな。そしたらこのままインチョンに向かってもらっていいんだけど、インチョンに向かうのに何かためらってる？着々と部隊は北朝鮮のところに上陸はさせてもらってるね。ちょっとじゃあ他の状態確認しておきましょう。今のうちに怖いのが貿易関係なんですよね。まず軍需物資はちょっと備蓄が出てきたかな。で、産業物資は生産が追いついてないので産業物資ちょっと作りましょう。で、石油も少しは自分たちで生産ができ始めているかなっていうところはありますね。他ですね、油田とかももうちょっと作っていきたいので、まずは、そしたら、軍事物資、作業が必要になると思うので、軍事物資を
ていきます。で、分裂種は、どこに作ろうかな。中津に作りますか、中津。それか、別府に作ろう。別府温泉ばっかりじゃねえ。ちょっとつまんないでしょ。じゃあ、続いては、石油なんですが、石油はね、取れるところが、もう秋田にしかないと思うんですよね。で、北海道でも取れるかもね、っていう話を一周者の方からいただいたので、ちょっと見ていきましょうか。ちょっとないかな。となると全然追いつかないので、ウランですね、ウラン。ウランの鉱脈を探しましょう。でウランの鉱脈は九州で取れるかも説を、これもまた視聴者の方から教えていただいたんですが、本当に取れるところあるっていうところからですね。ちょっとないかなぁ、ウランの鉱脈は。ウランが、ね、取れれば、すごく楽になるかなと思ったんですけど、おっと、取れるね、鹿児島で。この辺りの情報はここまで隅々まではちょっと見れなかったですね。僕だけの力では。お金がちょっとやばいことになってきてるな。貿易は積極的にやらなきゃいけないし、石油は全然足りないしね。待機してる。待機の必要はないぞ。このまま運ぼう。院長に向かって運びましょう。で、大隅はどこに行ったんだ、大隅は。大隅はどこに行ったかというと、ちょっと待ってね、大隅撃沈されてる？いや、違うね、いるよね。ただ、展開済みの部隊が一つ減っている。撃沈されてるっていうオチはなさそうだけど、あ、見て取れなかっただけかもしれないですね。とりあえずアンロールしよう。ちょっと展開ユニット減ってないか。なんか撃沈されてるとかそういうことがなければいいなと思ったんだけど。ちょっと間違いなく今展開済みの輸送艦5隻っていうのを覚えておきましょう。この数が減るようだと、ちょっと護衛の駆逐艦とかをつけてあげなきゃいけないかなっていう気にもなりますね。まあ、のんびりですけど、この人が、ものすごく腰が痛くなりそうな姿勢のまま、緊張の、新たな補給拠点を作りに行ってますね。で、ピョンヤンまではまだ距離あるですね。ここがピョンヤンですね。大隅はこの後も輸送の任務に当たってほしいところなんだけど、
でもこれ本当にこれ一個ずつ動かしていかなきゃいけないってなると結構しんどいですね。続いてどんどん輸送船で輸送任務に上がってもらいましょう。大船やっぱちょっとサイズが一つ大きいですね。船が材木か。じゃあちょっと国内の販売価格下げますか、材木は。これは大臣に渡っちゃいましょう。で、ここで、まあ大体インチョンまで含めて、どうだろう、ここはインチョン近辺までは共闘区が作成できたんで、あとはインチョンに部隊を集結させて、インチョンから平壌に向けて進軍していきましょう。で、それに合わせて、陸海空、まあ、特に空軍の援護を受けながら出ていくって感じかな。そうすると、陸は任務を終えたんで、他の部隊を輸送するための動きに転じてもらいましょう。この改造輸送は基本的に自動でやってくれるものの、一定期間その任務がこなせるものがいない状態になると、おそらく、その任務が消えちゃいますね。何に勝負してる？舞台を乗せているんで、こいつはもうそのまま院長に向かってくれてよかったんだけどな。なんかたまにわけのわからない行動してたからな。戦場に行きたくないという気持ちだとは思うんですけどね。もうゲームに行ってもらいましょう。なので、目が離せないのが、輸送船たちですね。輸送船たちが、本当にね、全然意味不明なことをし始めるんで、そうならないようにだけは、ちょっと気をつけてみましょう。今、長崎で待機してたり、石狩で待機。結構待機してね。ただ、どうなんだろう。大隅はここにいて、ここにいて、ここにいて、で、対戦軍に乗せてるよね、対戦車部隊。まあ、一応活動はしてくれているで良さそうですね。このままじゃあ、じりじりと動かしていきましょう。これで補給の拠点ここにも作りましたね。これでだいぶつながったんじゃないかな。まあ、韓国を縦断してインチョンまではほぼほぼ繋がりましたね。で、戦争の方がというと韓国軍が結構じりじり、じりじり下がってってますね。このままいくと韓国軍が押し切りそうな感じがするな。韓国は北朝鮮を統一しそうな
そんな勢いがあるのか。さて、じゃあ我々も動き出しますか。共闘法を作ってあるんで。前線に武将部隊を配置していきましょう。この共闘法を守る必要は今回の作戦に関してはないですよね。国際連合の外交の申し出。何をしたいのかというと、ここは、なるほど。これはついに、我が国日本からも、軍事の輸出は ?PC、エッジタブ、ポータルユニットデザイン。これは何なんだろう?これが何なのかもちょっとわかんないけど、なんかの技術共有ですよね。まあ、お金としては、全く大したお金にはならなかったことですけど。それで日本軍も一応展開はしてきましたね。じゃあ続いて海軍も少し、出しましょう。まずその前に、海軍に関して言うと、ある程度自動で、ミサイルを運転してもらえるようにしておきます。で、ミサイル攻撃ができるような状態にね、しておきたいと思います。で、配備する艦艇なんですが、どのクラスにするかだよなぁ。高波級は撃沈されちゃいましたかね、あっさり。アタンゴ。そうすると、自分のお艦が一番大きいクラスですよね。ちょっと今の日本だと。潜水艦でもいいし、ただなぁ。ヒューガを出すのは、ちょっと出し惜しみしたいんで、アタゴ2隻を、また2隻かいって話だよな、そうなると。あとは、アサギリも一緒に出す?そうすると。ちょっと能力を見てから決めましょうか。ミサイル攻撃ができるものがいいって、少なくともね。今後は、ミサイルなしだけど、ミサイル攻撃は可能だよね。今後。あと、朝霧クラスをじゃあ、全巻出しますか?朝霧を。結構な数になるけどね。これ、朝霧、今後を一応配備にしました。お金がちょっとなくて心配だなぁ。はい、というところでちょっと時間が長くなってきましたので、今回はね、韓国領内で京都府で構築しかちょっとお見せできなかったんですが、次回はね、なんとか平壌に向けて進軍を開始できればいいかなというふうに思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。